地方大会の初戦で敗れるとは申し訳ありません。なんと言葉を言っていいか。あ、いやいや、いいんだ。君が悪いわけじゃない。最後の追い上げはなかなか見事なものだったよ。私も思わず興奮してしまった。これからも頑張ってくれたまえ。9回のエンドランが失敗していなければ、もっとこっちに勝機はあったはずです。私の采配ミスです。申し訳ありません。君が謝ることじゃない。これから頑張ればいいんだ。またこれからもよろしく頼むよ。ありがとうございます。はい、どうも皆さんこんにちは、みつきくばすたーです。5年でつかむ森林の栄光をやっていきます。7月8月の曲をちょっと変えました。2016をよくやってる人は、聞きなじみのある曲なんじゃないかと思います。でね、前回の時にね、ピッチャーが打たれたのが悪いとか言ったんですけど、よくよく考えれば9回のエンドラン必要ねえなって思ったんですよね。やってしまったな、本当に僕のミスですね。本当にああいうのなくしていかないときついですね。ちょっとね、このグラフですからあまりにちょっとひどすぎるんでね、秋までになんとかちょっと底上げしたいとは思うんですけど、まあ、今日は、とりあえず合宿をやりたいなと思ってます。うん、いいこと言った。やばい、駒だと誰かに止まらないといけなくなってしまうぞ。1年目は、止まらないつもりでいきますんで。くそー、よし、4、七夕、みんな野球が上手くなりますように。基本あれか甲子園出場かを選んでるんですけどな、どれがいいんですかね。なるほどね。あんまりね、そういう余裕がないんですよね。お、稲くんパワー2上がった。いいね。グラウンドレベルもまだ全然1なんでね、ちょっとなんとか。 1?1 だっけ、確か1だったはずなんですけど。2、あ、2か。まあいいや。和木がね、ちょっとね。なんとかこう伸ばしたいんですけどね。やばい、これはちょっと赤に止まりそう。お、いいね小出くん。よし、ナイス、スローイング。オールスター戦。お、いいね、稲くんテンション上がった。稲くん正捕手ですからね。決勝か、決勝か、行きたかったな。曽根くん頑張ろう。秋ではね、挽回しよう。曽根くんまだ大会2回もあるんで、なんとかなる。ホームチェック。お、海の日。どうしようかな。ホームチェック。さあ、合宿はね、なんとか身につけたいですね。誰かもう行っちゃいます。合宿赤は止まれないですし、人も今回ちょっと止まらないんでね。さあ、夏休みの間に強くなろう。うちはもう試合がないんで、今はとりあえず鍛えることをしましょう。合宿、
文字飛ばしてしまったよ。何がいいかな。素振り、素振りかな。素振りでミートパワーパワーミート、あー覚えない。総合練習は対エースだけか。じゃあダッシュ。ナミ君、ナミキ君、お勝山君内野安打もある。まあまあいいんじゃないかな。なんか1個は最低でも覚えないといけないですからね。お、ちょっとキャッチャー行ってみる。キャッチャー行ってみよう。頼む宮下君。あー覚えない、くそ。うわなんだこれ、引いてマジかよ。じゃあ送球、走り込みそんないらんのよ。1個しか上がんない。あ最後、まあ、これしかないっすね。素振りしか。お勝山君いいんじゃないの。よし、おテンション上がった、いいね。はい、まあ、まだね時間があれなんで、まだ行きたいと思います。勝山くんって、1年か。おー、なるほどね。あそっか、ムードバスの子か。ムードバスの子か。ムードバスなんとか消したいな。走り込み、オーガスト、8月。危ない、忘れるとこだった。どうしようかな。成田くんは、外野だからひとまずちょっと肩鍛えよう。村井くんが4番候補かな。あでも天才、あそっか天才の子か。天才だったらやっぱ、まあやっぱそうかな、4番候補だね。小出くんパワーで、難しいな。タミ君は守備でいいけど、いくかな。いやこれでいきます。お木崎君いいね。感染、そう疲れを取りたかったんですよね。おキャプテンいいよ。ちょっと怖いけど白マスだけど素振りでいきます。そうか、8月5日から甲子園大会ってことですね。来年は行きたいな。来年は、いやまあいいか。ひとまず県大会を勝ち進まないとね。おマジで中堅、田伏かな。田伏みなみ、どうしよう。田伏みなみと行こう。平尾西はまあ確か練習試合で当たったんですよね。そうだったっけ。平尾第一か、平尾第一か。じゃあ今回は練習試合やりましょうか、せっかくなんで。起用設定を確認しておきましょう。曽根君打撃能力はなかなかいいんだよね。成田くんがもう実
自動的にスタメン入るのか。まあいいや、ちょっとこのメンバーじゃ不安は多いんですけど、まあなんとかするしかないですからね。じゃあ、指立て伏せ。よし、どうしようかな。励まそう。稲くんテンションアップ。お、よし、いいよ、ナイスマネージャー。よし、じゃあ練習試合。張り切ってるのは二見くん、勝山くん、曽根くん。じゃあなあ、二見くん行こう。どうしようかな。あんまり能力が大差ないんですよね、正直な話。相手は特に転生は塚田選手は違うかな、塚田選手とか塚田くんは違うかな、違うかな。まあまあ、ひとまずというわけで、田臥みなみと、春林高校練習試合です。お、いい色してるね。お願いします。なるほどね。さあ二見くん行こう。一応相手能力をちょっと確認します。成田くん、うわ、威圧感ってマジっすか。曽我くん、加賀谷くん、キレ丸。はあ、投手結構良くない？アベレージヒッター、マジかよ。うわ、強っ。違ったわ、塚田くん。チャンス B、 バント丸、逆境丸、しかも守備 S、 マジか、強いね。松浦くん2人いるんだけど えなりくん、なかなか強いなこれ。じゃあ流し打ちで。当たんないね。抜けないか、間に合わないよね。サード守備 S だもんな。二見くん行こう。ちょっと抑えられてるからね。ちょっと前回の時はね、調子乗ってヒットエンドランを使いすぎたんだよね。あんまり、あ、まあいいや。よし、フォアボール。点入らないか。おば宮下くん、ちょっとお任せにしましょう、ここは。お、いけ、よし、いいぞいいぞ、ナイス、タイムリー、いいよ、よく打った宮下くん、ナイスタイムリー。で、笠山くん、行こう。盗塁はしない。お、初球打ち、あー、切れる、ファルボール。いい当たりだったんだけどね。信じる、信じよう。あー、ダメだ、落とさないか、落とさない。おお、落としてくれた、ありがとう。さあ稲くん絶好調、お任せ。ボール、稲くんがでね、ちょっと点、お、よし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 、いいよいいよ、いけ、
よしよしよし、ナイス伊奈くん、いいね、期待できるよ。ナイスタイムリー、ナイスヘッドスライディング。さあ成田くん、こう行こう。頑張ろう。お、いいじゃん成田くん、いいじゃん、いい当たりするじゃん。君いける、あーいけないか、まあいいや。4点目、よし、二見くん行こう。お、ピヨってる。転がせ、あんまり意味ないかな、転がせは。まあいいでしょう。あったったー、惜しい。サードが守備範囲広いね、さすが S だわ。お、才能開花、ひとまずゲッツーシフトで、緩急重視。よし、間に合う、間に合わないか、間に合わないか、まあまあいいや、1点ぐらいはいい。ゲッツーシフトでゲッツーに抑える。いや、中間守備にしとくか、中間守備にしとこう、両方狙えるように。いけ、あー惜しい。まあ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 、じゃあここで才能開花を使ってゲッツーシフト、緩急重視。よっしゃい、ナイス、いいよくん。打たせて取れが4だけどな、前回どっちだっけな、練習試合か忘れか、あの夏の大会かをちょっと覚えてないんですけど、打たせて取れにして、あ、そうか、あのあれだ、夏の大会か、ホームラン打たれたんですよね。なんでちょっと今はやめときます。打たせて取れってことは結構甘いコースに入るってことなんで、それがねやっぱりこう不安、不安というか、不安じゃないな、不安ではないな、こうストライクゾーンによく入れるんで一発持ってかれるんですよ。お、じゃあ1球待て、あ、そうか、じゃあ流しで、よし抜けた。さあ二見くん行こう、熱血引っ張り、さあチーム第1号なるか、てか今何いくらになってる、パワー C か、 C ならまあいけなくはないですね。一発見たいな、まあでも気負わず行こう。あったー、ショーンじゃない、セカンドか、それはちょっとな、できれば、まあ、もうちょっと打ってほしかった。ソネ君でしょ、ソネ君だから、うーん、どうしようかな、いいや、とりあえずここはこのままにしておいて、まあ、次もしあのピッチャーに回ってきたら、変えます。なんとか、なんとか頼む。よっしゃ、いいとこ、いいとこ、天才型ナイス、天才バッチング、よし5点目。さあ村井君4番行こう、才能開花、ここで使わずいつ使う、さあ強振だ、でお任せ、強振じゃない、積極だ、間違えた、一発、4番の意地を見せてくれ、天才の意地を見せてくれ、うわい、うわい、こらーこらー、積極なのに、マジっすか、まあいいや、そういう時もあるって、うまいうまい。さあ宮下くん代わりに行こう、代わり、代わりっておかしいな、え、ちょっと待って、今ランナー誰だったっけ、
ソネ、あ、そっか、ソネくんか。盗塁、盗塁して、いや、いい。盗塁いいや。行こう。マジか。点入らない。よし、じゃあここでピッチャー交代します。練習試合なんでね。土田くん行こう。絶好調だし、ちょうどいいや。うわ、少ねえ少ねえ、やっぱ少ないな。で、盛り上げる。一応次の回はキャッチャーを木崎くんに変えるつもりなんで、盛り上げるでちょっと守備を上げておきます。変えたらちょっと伝令使えなくなっちゃうんで、当然出てるんでね。なんでもう今のうちにとりあえず使おうかなと思って使います。あ、しまった、ゲッツーシートしてなかった。まあいいか。よし、竹澤くんで、もみ山くんだね、おそらく。でゲッツーシフト、どうしよっかな。外角でいいカーブ、いいね。もう1年生もガンガン主力張れる、張るから今は。よし、ナイスカーブ。さあ、内角、この中から誰が頭角を現すのかな。まあ、1年は天才いないんで、みんな、うわ、危ねえ、同じぐらいに頑張ってくれると思うんで。二見くん、よし。さあ9回、どうしようかな、ピッチャー変えようかな。せっかくだから、せっかくだから変えようかな。ちょっと待って、ファイトは全員、じゃあこれ使ってから変えます。変わんないか、意味なかったか。まあいいや。で、投手能力はすごくあります。行ってこいです。おい、結構危なかったよ今のコースは。うい、嘘だろ、あー、そう、マジか。あー、でもシングルで止めたから OK。 うわ、向こうもソネくんかよ向こうもソネくんか。ゲッツーシフト、で内角中心、頑張れ。おっと、危ねえ、真ん中、真ん中というか後ろか。よし、あ、間違えた。さあ来い、よし、いけ宮下くん、よし、ナイスナイス、ゲッツー。内角中心、おっと、ボール、うわっ、あれ、ちょっと待って、あ、しまった、木崎くん使わないと、こんな場面でだけど。よし、行こう、木崎くん、ごめんね、中途半端なところで変えちゃって、忘れてたわ。危ない危ない。これで全員出しましたね。おっと、どうした、よっしゃー、勝った、ナイス。まあまあ練習試合、まあ、まあ、ランクは同じですけど、一応格下なんでね。ありがとうございました。グラフで言えばこっちの方が上だったんで、まあそこはちょっと勝たないとなっていうところですね。よし、ふう、ソネくんが勝って勝ち投手、ソネくんは1安打、村井くんが2安打で、竹澤くんも1安打、あ、じゃない、2安打、稲くんのタイムリーがでかいのか。なるほどね、竹澤くんが1回エラーしたなるほど、よし、勝ちました。ねくんが141キロ。才能開花じゃなくてあっちが良かったな、急成長が。
まあいいでしょう。みんな結構能力上がりますね。信頼度も上がるのは結構大きいですね。よし、よし、はい、ということで今回は練習試合をやりました。次回はおそらく秋の大会直前か、あるいは1回戦やろうと思います。以上、ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。